このお客さんが日本人だろうが外国人だろうがは別に同じです、同じです。ただ次何行きますかっていう言葉が What will you have next ってなるだけで、だから言葉がちょっと変わるだけです。あとは変わらないですね。お酒がみんな入る場合が多いので、そもみんなお友達状態ですね。だ隣のお客さんとも友達になっちゃうような感じです。フレンドリーにこっちからね、なるべく楽しんでもらおうとすれば楽しんでいただけますから、気持ちが通じ、ね、伝われば向こうの人も喜んでくれるので、それが大事ですよね、で意外とアメリカ人って好き嫌いが多くて、ヨーロッパの人って何でも好き嫌い少なくて、アジアの人はほとんど生食べないとかってやっぱあるんですよ、傾向としてすごく。だからこの人がアジアの人だなと思ったら、なるべくこう野菜系のものを勧めたりとか。でみんなお寿司好きなんで、基本的に今世界中今お寿司ね、特にヨーロッパ系の人はこう結構そうトラディショナル系の話すると大好きなんで、これがほら昔ながらのお寿司屋さんじゃないですか、これが昔ながらのお寿司屋さんだよって言うと、あそうなんだっつってみんな喜んでくれますね。基本的に外国人の時には日本語話せるって話になって、日本語話せるんだ少し話そうよと、お寿司屋だし日本だしって話はしますよね。なんていうの、こう心を開いて喜んでくれる状態、心を開いて喜んでくれる状態になってくれるとすごいいいのかなと思ってますけどね。こっちも楽しいでしょやってて、だから自分も楽しくなきゃ嫌だし、お客さんも楽しんでくれなきゃ嫌だしっていうのもあるからとですね。だから知らない土地に行った時に一人でフラッと居酒屋入って、なんかみんな喜なんか楽しそうにしてくれて、仲間に入れてくれて、心を開いて一緒に楽しめたら、それが一番楽しいんじゃないんですかって話。そうですよね、そう、それそこに尽きるのかなとは思いますけどね。東京都が発行している、指差し案内、案内、というものがありまして、それに、4カ国語、日本語、中国語、英語語、韓国語が載ってます。それで、なんとなくそこに該当するものじゃないかなというものを指差して確認したり、あとは当ホテルのスタッフで、去年の12月から、中国の、スタッフを1名当ホテルスタッフとして、在住しております、その方にお願いすることが多くありますね。海外のお客様なんですけども、結局お夕食を、お部屋で取られることが多いみたいでして、で実際に何を食べてるのかなと気になって、見てみると、コンビニで買ったものをお召し上がりになってるようなんです。でせっかく、旅行に来たのにそういったものでは少しわびしいというものもありまして、なんとかおいしいものを召し上がっていただけないかなと思っておりました。近隣の飲食店、おいしい料理屋さん多くありますので、当ホテルにいらっしゃった海外のお客様、ご案内してもよろしいかと、一軒一軒に、聞いて回りました。その方々にご迷惑にならない範囲で、ご案内するようにしております。蒲田には黒い温泉というものがございます。当ホテルの宿泊プランに、銭湯の入浴券付き、プランというものがございまして、そちらでお申し込みされた方、もしくはロビーの掲示物で、銭湯をご案内しております。それに、興味を持ったお客様、当ホテルから歩いていける銭湯を、ご案内しております。こちらからご案内するお客様で、その第二日の出湯、様にご迷惑になっていないかと尋ねたことがあります。その時に、ご主人がおっしゃっていたことなんですけども、日本人でも迷惑かける、日本人は多くいると、それを海外の人間だからといって一括りにまとめて偏見を持ってはダメだと、これからはどんどんそういった方々と付き合っていかなければ今の社会は生きていけないと、そういう言葉を頂戴しております。そういった偏見を一つずつ取っていただいて、地域の方にもその海外のお客様への協力をいただきながら、もっとワールドワイドにボーダーレスな旅行作り、旅行ですかね、できるようになればいいかなと思っております。